しの見通しというのは増えていくわけでございますけれども、少し,した増加にとらわれずにです、ね、被害に遭われた最後に、最後のお一人まで賠償を貫徹したいと、こういう責任をしっかり果たしてまいりたいというふうに考えております。さらに、9ページにはです、ね、福島復興に向けてさまざま、我々がやっていかなければいけないこと、汗をかいていかなければいけないことというのがあると思っております。そこに一部写真入りで 載せさせていただいておりますけれどもまさにこれからそれぞれの避難されていらっしゃる方が帰還をするタイミングがちょうど迫っておりますのでそうしたことが円滑に進むように早期期間が進むように生活環境の整備をするとかそういった汗を書いてまいりたいと思いますしまた産業基盤や雇用創出に向けても力を注いでまいりたいというふうに思います。 また今後帰還される住民の方々に先駆けて福島復興本社今 J ビリッジの中に置いてございますけれどもだんだんその避難地域が北上するというか第一原子力発電所への方に近づいていくわけですので併せまして福島復興本社もです、ね、そうしたことをして先陣を切ってです、ね、そうした早期帰還の リードをしていきたいというふうに考えております。次、十ページでございますけれども、これはこれもあの年末にごご申し申し上げましたけれども、一月三十一日付で廃止する福島第一五号機六号機をモックアップ試験用に活用して。 今年4月に設置を予定しております、まだ過少でございますけれども、廃炉カンパニーの設立をはじめ、国と30年、40年にわたって長期的に廃炉作業を進めることや、廃炉や原子力安全に関する国際的なプ,ロプラットフォームの整備に取り組むことなどを記載してございます。一方、こ,のこうした福島の責任を果たしていくために必要な経営合理化と。 といいいうこににつてては11ページ以降に記載してございますまず11ページでございますけれども、現時点におきましても、外部の専門家を活用した調達改革やリスク限度の見直しなど、抜本的な合理化に取り組んでおります。これらはおかげさまで成果を上げつつあるというふうに思っております。これをさらに進めることで、従来計画の削減目標から、これ、従来計画というのは、10年間で3.4兆円のコストダウンでございますが、 さらに1.4兆円を深掘りをして10年間で4.8兆円のコストダウンを実現してまいりたいと思っております。こうしたさまざまな経営努力により自己資本自己資本比率を高め、2016年度に公募社債市場への復帰を目指したいというふうに思っております。またさらに一歩踏み込んだ厳しい経営合理化策として。 今年2014年度に 1, 人規模の希望退職を実施すする予定でございますこれによりまして子会社の方で今進めてきたものと合わせますとグループ全体では2000人規模の希望退職を実施するということになりますさらにベテラン管理職を対象に、まあ、役職定年を実施いたしまして500人規模になると思いますけれども福島に 選任していただきたいというふうに思っています。こうした経験や実績、リーダーシップのあるベテラン管理職をですね、能力を生かして賠償や除染、あるいはその福島復興に対して、現地に対してしっかり取り組んでもらうと、そこにぜひ彼らのリーダーシップやノウハウ、経験を生かしてもらいたいというふうに考えているところでございます。その一方で 福島で賠償や廃炉やなどの業務に当たっている社員の処遇を改善したいとも思っております。またコスト削減計画を超過達成した場合には個人の業績に応じて処遇に反映する制度を導入して一層の協力協力の強化と人材流出の防止活性化の両立を図ってまいりたいというふうに思っているところでございます。十三ページ以降は。 各カンパニーの事業計画を記載しております。これらについては、後ほどこの3人のプレジデントさんからそれぞれご説明をしていただきたいと思います。最後に、別紙でですね、えーえっと、ごめんなさい、えーっと、今後の収支の見通しについてご説明をいたします。すみません、このパワーポイントの最後のページの、えー、ごめんなさい、18ページをまずご覧くださいませ。 総合特別事業計画におきまして柏崎光は原子力発電所のについては安全を最優先に規制委員会の審査にしっかり対応していくとともに立地の皆地域の皆様のご懸念に対しては一生懸命本当に説明をしてご理解をいただきたいというふうに考えているところでございますただこれもあの現在の総合特別事業計画でもそうですけれども今後12年間の収支計画を再策定していく上では 一定の考え方に基づいて再稼働の時期というのを仮置きせざるを得ないということから規制委員会の審査の目安やその期間あるいは他社の事例なども参考にいたしまして1号、5号、6号、7号については今年の4月から順次再稼働するという仮定に基づいてこの収支計算をしておるところでございます。一方で2 3 4号機につきましては ご存知のように7年前の中越沖地震以来一度まだ動いていない合機でございますけれどもこれらの合機については新規制求人に基づく対策工事がこれから本格化していくということでございますので再稼働は他の1567に比べて当然、後年になるというふうに予想されております。 そのため、実際にいつ再稼働するかということについては未定というふうにさせていただきまして、収支計画には、一番最後のページ、34ページにありますように、34ページにはこの2、3、4号機を未定ということで、今回の収支計画上には織り込んでおりません。一方で、この3つの号機が動く、動かないというのはかなり収支に大きな影響を与えるというのも事実でございますので。 織り込んだ場合というのを35ページに合わせて試算させて載せさせていただいております先ほど手木大臣からもご指示ありましたけれどもこれらあくまでも収支計画上の仮置きでございますので実際の再稼働のタイミングに予断を与えるものではないというのは私も大臣に申し上げたところでございます。引き続き続安全を最優先に 記者委員会の審査や立地地域の皆様への説明をしっかりやってまいりたいというふうに思っているところでございます。えー、っとここまでが、これが総合特別事業計画ですが、あの一番最後にですね、1枚紙で、今年度の通期の業績見通しというのを1枚、東証の適時開示用に、東証開示用に紙を1枚つけてございますので、それをご参考にしていただきたいと思います。これまででの決算では 私ども、通期の見通しは見通せないということで、今まで見通しておりませんでしたが、今回、総合特別事業計画のスタートの年にあたりまして、今期、通期の業績見通しを発表するところでございます。連結の見通しにつきましては、お手元にございますとおり、 単独のの売売り売りだあのそこに書いてある通りですけれども、単独のほの総合特別事業計画では単独が中心で書かれておりますので、単独の売上高は、電気料金の値上げや燃料調整制度の影響によりまして、前年の比11.5%増の6兆4340億円程度となるというふうに予想する一方、費用面では燃料価格高騰し、またあの為替も円安に触れておりますが、 緊急的なコストカットを行った結果経常利益では単独で億270億円程度と3年ぶりに黒字になるという見通しを持っておるところでございますまた当,当期の純利益につきましては経常利益に加えまして 例の,あの要賠償額の資金援助申請に伴う資金交付金の計上によりまして、単独で6650億円程度に黒字になるというふうに見込んでおります。まあ、なお、今、まさに円安が進んでいるところでございますし、シフ価格の上昇等もございますので、このあと、まだ2か月半ございますので、予断を持たずにです、ね、しっかり全力でコストウンに努め、 え、是非とも、お、登記、い、の、黒字化を、実現していきたいという,ふうに思っております。私からは一旦以上でございます。はい、えー、すみません。続きまして。え、フューエルアンドパワーカンパニープレジデントの佐野から、えー。